1945年3月9から10日の東京大空襲後の東京戦略爆撃とは、戦場から離れた敵国領土や占領地を攻撃する場合が多く、工場や港、油田などの施設を破壊する精密爆撃と住宅地や商業地を破壊して敵国民の士気を喪失させる都市爆撃とに分けられる爆撃のことである。 これに対し、戦場で敵の戦闘部隊を叩いて、直接戦局を有利にすることを目的とする爆撃を戦術爆撃という、戦略爆撃が軍事に与えた影響は革命的だった。航空戦力理論家たちは、新鋭の長距離爆撃機は、戦線支援や艦隊支援といった支援任務に甘んじるべきではなく、第三の独立した軍として編成するべきだとした。 爆撃機の任務はもはや戦術的、短期的ではなく、独立して敵戦力を叩き、15にまで戦争を広げるという戦略的任務となった。そこが革命的であり、画期的な美点とされた。航空戦力の本質を構成とし、空中からの決定的破壊攻撃を説いたジュリオ・ドゥエは著書、制空で戦略爆撃の必要性を主張した。ドゥエの構想は、 空軍で攻撃を行い、地上で防御を行うというものであった。本来防衛的地上作戦成果より構成を本質とする航空戦力により、空中から敏速に決定的な破壊攻撃を連続し、敵の者の、心の両面の資源破壊により勝利すべきと主張した。これからの戦争は、兵士、民間人に区別がない総力戦であり、空爆で民衆にパニックを起こせば、 自己保存の本能に突き動かされ戦争の終結を要求するようになるというテロ効果を強調して無差別爆撃論を提唱した最小限の基盤である民間人に決定的な攻撃が向けられ戦争は長続きしない長期的に見れば流血が少なくするのでこのような未来戦ははるかに人道的だとしたリューエは人口密集地の住民への攻撃手段として 高性能爆弾、消夷弾、毒ガス弾の例を挙げている。戦略爆撃の効果について否定的な意見も存在する。もともと戦略爆撃の目的には相手国国民の繊維喪失も含まれていたが、都市機能の喪失や人的被害だけで国家が屈服することはあまりなく、心理的にではなく、物理的に、継戦能力を奪う必要があると考えられるようになった。 アメリカ軍による第二次大戦中の日本とドイツへの戦略爆撃は、戦略爆撃は敵国民の戦意をくじく効果を起とされた経緯があるが、日独へ進駐後、アメリカ空軍の戦略爆撃調査団によって行われた調査では、産業と生活の基盤は破壊したが、国民の士気は打撃を受けていないと報告されている。冷戦中と冷戦後は戦争の多くを内戦が、占めたが、 そういった国々では国内生産だけでなく第三国からの武器供与や物資援助によって形成能力が維持できるために戦略爆撃の効果はあまり期待できない。また戦略核兵器は核保有国に対しては報復の核攻撃を受ける危険から非核保有国に対しては国際的に人道上の批判を受ける恐れから使えなくなっている。詳細は空襲を 参照第一次世界大戦以前の航空用法は一部に爆撃の準備も存在したが主体は地上作戦協力の捜索目的、指揮の連絡、砲兵協力などで航空戦略、航空戦術には値しないものだった。バルカン半島と北アフリカでの植民地戦争を発端としてイタリアがトルコリオリビアの植民地化を目指して発生した。 井戸戦争でイタリアは9機の飛行機と2機の飛行船を派遣し、飛行機を戦争の兵器として実戦で初めて使用し、1911年10月26日、イ軍の飛行機が手榴弾を投下し、これが飛行機による史上初の空爆となった。この空襲はトルコアラブの拠点に対して続けられ、11月6日にイタリア参謀本部は爆撃はアラブに対して 驚異的な心理的効果を上げたと報告した。1912年から1913年にかけて発生したバルカン戦争ではブルガリアが22ポンド爆弾を開発して本格的な都市爆撃を行った。1914年第一次世界大戦が開始すると爆撃は逐次試みられた。ドイツによって1914年のパリ爆撃、1915年の 飛行船での爆撃、1917年の英本土爆撃が行われ、それに対しイギリス、フランスも報復爆撃を行った。日本でも1914年9月に、チンタオの戦いにおいて、海軍のモーリス・ファルマン式4機で、チンタオ市外に対して、日本初となる爆撃が行われた。イギリス空軍参謀長、ヒュート・レンチャードは、独立した。 爆撃機集団の必要を各界に解き、次の戦争に生き残るために、イギリスに必要なのは、敵の銃5を破壊するための強力な爆撃機集団。敵住民の戦意と戦争継続の意思を低下させるための爆撃機による攻撃だと主張した。1919年、トレンチャードは、植民地の法と秩序は、在来の守備隊よりも機動力の優れた空軍による、法が安上がりで、 効果的に維持できるという旨を述べて、植民地での使用の経済的効果にも注目した。1920年、イラクがイギリスに委任統治されることが伝わると、イラクで反乱が発生。その鎮圧が始まり、1921年3月に、英植民省チャーチルの元カイロ会議が開かれる。その席上で、トレンチャードは、イギリス空軍がイラクでの軍事作戦を統括すること、 作戦軍の主力を空軍とすることを正式に提案した。反乱に対し RAF が4個飛行中隊を派遣して鎮圧に貢献したこともあるが、トレンチャードの提案が歓迎されたのはそれ以上に空からの統治が安上がりで済むと信じられたためであった。提案は採用され、1922年10月1日、イラクにおける軍権は正式に RAF にわたって、 イギリス陸軍は撤退して RAF に属する8個航空部隊と4個装甲車連隊が守備軍となった。後にトレンチャードはケニア、ウガンダなどアフリカ植民地でも RAF が防衛の責任を持つことを提案した。こうして空からの統治は東アフリカからインド、ビルマに至るまでイギリスの植民地支配の向上的な手段となった。 納税拒否のような非協力的な行為にも空軍が出動して懲罰作戦を行った。1921年、航空戦力の本質を構成都し空中からの決定的破壊攻撃を説いたジュリオ・ドゥーエの制空が発汗され、世界的反響を生んだ。ドゥーエやウィリアム・ミッチェルに代表される制空獲得、制戦略的用地攻撃を重視するには、 戦略爆撃部隊の保持が好ましく、1930年代には技術的にも可能となり、列強は文化比率で爆撃機を重視するようになった。戦略爆撃は残酷戦や海上封鎖よりも効率的で敵の動脈を断ち切ることで物資を不足させて終戦を早めるものだと主張者たちは力説した。地上戦を行った場合の兵士の命を救えるので、 戦略爆撃は単なる構成の新手段ではなく、陸海軍を補助的なものにするものとみなされた。そのため、1920年代初頭から保守的な陸海軍の将官たちは主張者たちに疑いの目を向け、空軍の創設に抵抗した。ただし、戦略爆撃には理論の飛躍が一つあり、それが最も論争の的になった。航空戦力で、 敵全国民の士気をくじくということ。つまり、たとえ一般市民であっても戦争を支えれば、戦闘員と同じであるとみなして攻撃することで、戦争を支援する意志を打ち砕くことである。戦略爆撃は、不正確な攻撃でも的外れにはならず、特定目標への攻撃が大きくそれても、敵国全体の戦闘能力に打撃を与えたことに、違いはないので、問題はないとされた。 こういう発想は19世紀にはすでに想起されていた。1937年4月26日、スペイン内戦においてフランコ将軍を支援するナチスのコンドル軍団によってゲルニカ空襲が行われた。焼夷弾が本格的に使用された最初の空襲となり、世界初の都市爆撃でもあった。1937年8月から、 日本軍による都洋爆撃が行われ、1938年から1943年まで、継続的に重軽爆撃も行われた。第二次世界大戦が始まると、ロッテルダム爆撃、ドレスデン空襲、ハンブルク空襲、ベルリン空襲、日本本土空襲など、戦略爆撃が実施された。また、日本本土空襲では、 広島と長崎への原爆投下も行われた。第二次世界大戦において、都市以外を主目標とした戦略爆撃もあり、欧州では1943年5月にドイツのルール工業地帯に電力を供給するダムを破壊したチャスタイズ作戦、同年8月のルーマニアのプロイエシティ油電爆撃、日本では1944年11月の 東京西部中島飛行機武蔵製作所爆撃などがある。1943年以降、ドイツ本土爆撃に際し、アメリカ陸軍航空軍は市街地を避け軍事施設を狙う昼間精密爆撃に固執した。これは精密な照準機を保有していたことと、イギリス空軍の爆撃機よりも防御火力が多かったことによるものである。ただし、初期においては、 全皇程随反可能な護衛戦闘機がなく、ドイツ空軍の迎撃で大損害を出した。第二次世界大戦において最も多くの損害を出したアメリカ軍は、ドイツ爆撃を行った部隊とも言われている。一方、イギリス空軍は、防御火力の不足と精密照準器を保有していなかったことから、主に夜間都市爆撃を行った。これは、 バトル・オブ・ブリテンにおいて、自国の首都ロンドンを、はじめ、各都市への爆撃の報復と考えられる。1945年に、バーナード・ブロディは後に著作、絶対兵器に収録された、原子爆弾とアメリカの安全保障という表題の論文を発表し、抑止の概念を戦略理論を考える上で使用することを推奨している。そして、戦略爆撃の理論は、 軍事力を理性を超えて使用しようとする19世紀から20世紀にかけての戦略思想の傾向を反映したものであり、破壊的な結果しかもたらさないと批判した。対戦後も、朝鮮戦争におけるアメリカ軍による空襲、ベトナム戦争における北爆、イラミイラク戦争におけるイラク軍によるミサイル攻撃、湾岸戦争におけるイラク軍によるミサイル攻撃、 コスボ紛争におけるセルビア空襲、イラク戦争におけるアメリカ軍による空襲など戦略爆撃は実施されている。戦略爆撃の研究、代わりに航空戦力の機動力を活用してタイゲリラ作戦やエアランドバトルのような陸上での機動戦との連携を想定した軍事協議の開発に注目が集まっていた。そのような研究動向の中で1988年に ジョン・ワーデンは従来の戦略爆撃の問題点を踏まえながら新しい戦略爆撃の理論を著作、航空作戦で示した。ワーデンはクラウゼビッツの重心の概念を導入し国家を身体機能との比較から5種類の機能から構成される有機的組織として捉えた。それは国家にとって神経系に該当する政治や通信などの中枢機能、経済やエネルギーを供給する。 公共インフラなどの使用機能、一部を損傷しても、回復可能な道路や工場などの株機能、そして栄養を運搬する銃である、全個体軍、そして軍隊や警察などの戦闘組織の5つから構成される。ワーデンは国家を戦略的麻痺に陥らせるためには5つの機能に対して平行攻撃を行うことを主張している。またその方法も敵の防空レーダーに捕捉されにくい。 ステルス爆撃機、遠距離から目標を破壊できる精密誘導兵器、そして核部隊の連携を調整する指揮機能を重視している。このような戦略爆撃の理論は湾岸戦争において実践され、ウォーデンは対イ,イラク航空作戦計画を立案し、いくつかの目標に対して同時並行的に集中攻撃を加える計画を作成した。この作戦計画は、 砂漠の嵐作戦で実行され、開始と同時に使用可能な航空戦力がすべて投入され、10分後にイラク軍の指揮通信機能を停止させ、数時間後にほぼすべての主要通信施設を破壊することに成功した。絨毯爆撃による攻撃方法は国際法の観点ではハーグ陸戦条約付属書第1章の軍事目的主義に明白に違反しており、また、 ジュネーブ諸条約第一追加議定書52条。現代では、レーダーサイトなどの軍事施設攻撃にせよ、部隊集積地攻撃にせよ、精密爆撃なり誘導弾攻撃が中心であり、絨毯爆撃方式は放棄される傾向にある。ただし、攻撃方法の研究や、武器の開発、無差別爆撃機の保有を禁止するものではない。また、 以下のような理由により絨毯爆撃が行われにくくなっている。ありがとうございます。